皆さんこんにちは、フジピコです。今日はですね、本日11月28日池袋で開催されました東京レプタイルズワールドに行ってきました。はい、これですね。ということでね、早速購入お迎えした商品を紹介していきたいと思います。今日はね、マジで爆買いしましたよ。それではご覧ください、どうぞ。はい、じゃあまずね、早速ね、こっちから紹介していきましょうかね。はい、まず1個目はですね、はい、こちら、はい、イオレイズでーす。はい、もうこれは毎度おなじみですね。もう絶対1イベントで1イオレイズっていうね、なんかよくわかんない縛りをね、僕やってますね、勝手に。続いてはですね、はい、そうあるあるある。はい、続いてはね、こちら、今回はね、いっぱい買ってきてますよ。こちらレップカルのね、リクガメフードですね。これはね、うちトゲオワガマとね、おまちゃんがこれめちゃくちゃ好きなんでね、3ヶ月ぐらい前に買ったはずなんですけどね、もうなくなりかけてるんでね、新しく追加で購入してきました。はい、じゃあ続いてどんどん行きましょう。はい、続いてはね、はい、こちら、はい、温室時計ツインメーターですね。いや、これはね、まあうち今デジタルの方でやってるんですけど、こんなんはね、もうなんぼあってもいいですからね。はい、これもね、予備で買ってきました。じゃあ続いて、はい、これはね、コーナーボールって言ってね、これ水入れですね。これちょうどね、横が角張ってるんでね、レプタイルボックスとかにね、入れてね、使おうかなっていうのでね、何に使うかは、最後まで動画ご覧ください。はい、で続いていきましょう。はい、続いてはですね、はい、こちら。これはね、須藤さんのウェットシェルターの S サイズですね。一番小さいサイズです。あー、よかった、割れてないな。はい、これ僕今のところね、もう3つぐらい割っちゃってるんでね、これ持ち運びだいぶね、ちょっとビビりながら持って帰ってきました。じゃあ続いていきましょう。続いてはですね、はい、これですね。はい、こちらテトラレプトミン、これも亀の餌ですね。いや、これもね、後から出てくるやつのために買ってきました。はい、どんどんいきましょう。続いて、はい、これはね、レプタイルフードトレイですね。次いきましょう。はい、続いてこちら、これはソイルですね。これもね、はい、ちょっと新しく使いたいんで、はい、じゃあ次いきましょう。はい、続いては苔ですね。はい、苔が、はい、1点、2点、はい、3点、はい、4点ですね。苔全部で4点買ってきました。はい、ではどんどん行きましょう。はい、続いてはこちら。はい、これはね、ジクラさんの万能消臭パウダー。これね、振りかけるだけでね、消臭効果があるみたいなんで、はい、ちょっとこちらも新しく購入してきました。はい、どんどん行きます。続いては、はい、こちらもジクラさんの爬虫類除菌、消臭剤のスプレーですね。これはね、さっきのと違ってね、こう直接シュッシュかけるタイプなんで、これもね、新しく購入してきました。はい、どんどん行きましょう。はい、続いてはですね、あ、これはですね、これね、ほんと今回ね、視聴者さんとかにね、めちゃくちゃたくさん声かけていただいてね、その中でね、ちっちゃなお子さんにね、お手紙を書いてもらったんですよ。これわかります？ちょっとね、名前が書いちゃってるんで、ここは映せないんですけど、こうやって一生懸命ね、手書きでフジピコさんへって書いてくれてね、しかも見てください、これ。カメレオンのね、お手紙に入れてくれたんですよ。これはね、もう後でゆっくりね、もう20回ぐらい読みたいと思います。はい。で、その子がね、お土産でね、これくれたんですよ。わかります？これ。ジャクソンカメレオンのぬいぐるみ。その子がめちゃくちゃジャクソン好きらしくてね、その子とお揃いでね、僕も同じやつもらいました。もうこれもめちゃくちゃ大事にしようと思います。本当にありがとう。はい、続いてもこちら。これもね、別のお子様からね、お手紙いただきました。いや、もうほんと結局ね、手紙ってもうめちゃくちゃ嬉しいですからね。これも本当にね、後でゆっくり読ませていただきます。本当にいつもありがとう。はい、じゃあ続いてどんどんいきます。続いてはですね、ちょっとでかいやつ持ってきますわ。はい、これ何かというと、はい、こちら、これジェックスさんのね、グラステラリウム3045アステカキット、はい、限定モデルのやつですね。これずっと欲しかったんでね、今回ね、ついに購入しました。重たかったです。はい、続いてはこちら。はい、これはね、レパシーの、クレステッド月光フードです。はい、続いていきましょう。はい、続いてはこちら、月夜のファームさんから、フタホシコオロギのね、サンレイって言ってね、結構ちっちゃめのやつを、購入してきました。はい、では続いては、お、用品はね、これぐらいですね。まあ、これぐらいいうかめちゃくちゃ買いましたけどね。じゃあついにお待たせしました。今回お迎えした生態たちを紹介していこうと思います。まずどれからいこうかな。まあもうネタバレしてると思うんで、まずじゃあ1匹目はね、こちらです。はい、クレステッド月光を初めてお迎えしました。はい、ちょっと寄りで見てみましょうか。はい、まずはこちらね、クレステッド月光の
ピンストライプダルメシアンというモルフですね。ちょっとパッケージ開けてみましょうか。あ、ここはねちょっと値札が書いてあったんで、あのチョコレートプリンのね、あの原材料になってます。はい、オープン。はい、こんな感じです。うわ、ちっちゃー。はーい、こんなね寄りで見てみましょう。いや、めちゃくちゃちっちゃいでしょ。ピンストライプダルメシアンって言ってね、あのねちょっとだけね背中にポツポツが出てるんですよね。うーん、あー、かわいい。はい、まだね仕様はわからないらしいんですけれども、まあなかなかのベビーサイズでねお迎えしました。こっからね、あのアステカキットをね使って、飼育していこうと思いますので、はい、よければお楽しみということで、はい、では続いての生態いきましょう。はい、では続いてはですね、まだ生態いますよ。はい、続いてこちらはですね、はい、こちらはオビトゲオアガマのオレンジバンデットをお迎えしました。いや、念願のオビをねついにお迎えしましたよ。いや、オビはねもうかれこれ 5,6 年前からずっと欲しくてね憧れてたんですけど、まあいかんせん値段がね、まあ、なかなかいかつい金額するんですが、この度ねイベント価格でお迎えすることができました。いや、この子はねヨーロッパの CB で、ですね、オレンジバンドといって、成長すると、墨のような真っ黒のボディに、背中一面にね、オレンジのバンドが出てくるんですよ。その姿がね、もうバーニングゴジラみたいでね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、この子はね、現時点でね、もうこれだけ真っ黒で、背中にね、がっつりオレンジも出始めてる、極美個体ですね。いや、これからの成長でね、どんだけ色が出てくるのか、めちゃくちゃ楽しみですね。はい。じゃあ続いての生態いきましょう。はい、だいぶいかついのをね今回生かしていただいたんですけれども、まだあります。今回最後何をお迎えしたかと言いますと、こちらです。はい、これ何かわかります？こちらね、イベリアトゲイモリというイモリを2匹お迎えしました。いや、これめちゃくちゃキモくないですか、この子。このピンクのプリプリのボディ、ちょっとね正直ね、この優美類は僕ね昔赤原イモリ買ったことあっただけなんですけど、めちゃくちゃ久しぶりにね飼育するということで、店員さんにねめちゃくちゃ事細かく教えていただきました。いや、我が家初の優美類ということでね、いや、なんでこれこんな子買う気全然なかったんですけどね、ほんとこの子はもうマジで一目惚れでした。なんか歩いてたらね、なんかピンクのキモいやつおるなと思って手に取ったらね、この子たちがわらわらいてね、もうちょっとね心奪われてしまいまして、本当にね運命の出会い的にお迎えしました。いや、これからねどういう風に成長していくのか楽しみですね。いや、本当にめっちゃキモ可愛いな。見てください、このピンクのボディ、なんだ君たちは。このポテポテした体といいね、はい、このねちょっと背中の黒のねつぶつぶの独特しさも相まってね、なんか絶妙なねグロテスクな、グロ可愛いというかね、この子たち用にね先ほどのコケとソイルを購入したっていう感じですね。はい、ということでね、今回マジでイベントめちゃくちゃ楽しませていただきました。この子たちのね各々のセッティング動画もこれから先上げていきますので、気になる方はよければチャンネル登録してお待ちください。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。